する？どの魂に触れる？光の戦士の伝説か。子供に聞かせるおとぎ話だとばかり思ってたんだがな。しかしまさか自分がと思う反面、幾度となくこの自分に出会ってる気すら。いろんなことが重なったせいで少し疲れているのかもしれんな。残念だったな。姫は町の民と過ごすのが好きでね、あまりここにはいらっしゃらない。急に俺らが戦闘になっちまったぞ。ここでは彼らの命にも関わるかもしれない大切な戦いの苦をあなたたちが代わりに受けるの。陰ながら彼らを助けるってこと？そう思ってくれたかな。届け！ほら、来るよ。姫がいらっしゃらないでよかった。もう二度とさらわれてほしくはないからな。二度と？いや、姫が以前さらわれたことなど、それに今のバハムート兵との戦い、まるで天から誰かが助けてくれたようだったが、どうやら私は本当に疲れているようだ。